着々とポケモンリーグプロジェクトが進んでおります。正面はほぼ完成に近づいてきました。迫力が出てきましたね。正面はね。でもサイドやバックに移るとまだ寂しい感じ。サイドも建設し始めました。正面ほど複雑な構造じゃないので、さほど時間はかからないと思います。いつぐらいに完成しそうですかね。夏休み中には完成させたいね。結構期間ありますね。さて、今回はポケモンリーグ周りも整備しようと思います。まず目の前に映っている池。こちらを広げていこうかな。ポケモンリーグは滝の上にありますからね。そういうところも再現しようかなと思ってるからね。ポケモンリーグの真下まで広げていきたいところ。そして、スコップでひたすら池と同じ高さにし。範囲を広げていく。エンチャントしたことによって、効率が驚くほど速いですね。これ、倍速じゃないですからね。効率エンチャントの力を思い知ったよ。砂のところにも池が入っていくようにします。かなりの範囲に水が行き渡るにしてますね。掘った範囲に既存の水が行き渡るには、全体的に池を大きくしないといけないからね。ポケモンリーグの手前だけ池を広げても、水が来ずに、自分で全部張らないといけないから、結局時間がかかっちゃうんだよね。見栄え的にも全体を大きくした方がいいですしね。コイキングのためにも、早く水を張ってあげましょう。水流が生まれているので、こっちに流されてるんですよ。ポケモンリーグに至らなかったあの池が、目の前まで拡大しました。しかし、まだ左側に水が張れそうなことと、奥の方の土地を開いて、海につなげたいなぁと思ってます。やはりポケモンリーグは海が通ってないとピンとこないですからね。というわけでポケモンリーグプロジェクトでした。神王地方の伝説、幻のポケモンが揃いつつある。しかしこの中に、肝心なポケモンがまだいない。シェイミですか？まあシェイミもそうなんだけど、キラジナがいない。確かに、マイナーチェンジでパッケージポケモンにもなり、さらにフォルムチェンジまで習得したポケモン、キラテナがいませんね。そろそろギラテナを捕まえたいなと思っていた矢先。なんとこの辺りの森にギラテナを見かけたという噂が。マジですか。おそらく、神王の伝説のポケモンがここに揃いも揃っているので、それに引きつけられたのではないでしょうか。その線が濃厚だね。そのギラテナは、イベルタルの住処、ダークオークの森に姿を現すということなので、早速あそこの森で探してみよう。見つけてしまった。はや。やはり噂は本当だったみたいだな。間違いないギラテナだ。ギラテナがいる池。もしかしたら、この池、送りの泉かなんかなんですかね。ということは近くに戻りの洞窟があったりするのか。とにかく戦闘開始だ。今回のパーティーは神王の伝説幻詰め合わせ。さすがにギラテナ一体に全員がやられるわけはないだろう。問題はギラテナの捕獲難易度だ。もちろんクイックボールでは入りませんね。悪空切断は急所に当たりやすいから、下手したらワンパンしてしまう可能性がある。いくらギラテナの耐久力が高いとはいえ、神王神話のポケモンから放たれる弱点急所の技は食らってしまったらひとたまりもないでしょう。なのでここはディアルガに交代。ラスターカノンならいい感じのダメージになるっしょ。急所でこのダメージならちょうどいいよ。もう一発いけるかな。うおっ、あぶね。ギリギリ耐えられた。この体力ならギラテナも抵抗力がほぼ無に等しいでしょう。しかし飛び出してくる。ならばダークライで眠りにいざなってやろう。ってちょっと待って、ダークライの特性って。ナイトメア、こういう時に限って催眠術ってちゃんと当てるんですよね。あ、でも発金玉ゲットできた。これでギラテナのフォルムチェンジができるぞ。というわけで第2戦。今回はさすがにさっきのようなミスはしないぞ。よし、ゲット完了。帰って紹介コーナーですね。ギラテナ、反骨ポケモン。時間の神、ディアルガ、空間の神、パルキアが、誕生した時に一緒に生まれたポケモン。しかし、相当暴れ者であったため、創造主であるアルセウスに、この世の裏側、破れた世界に追放されたと言われている。神王の伝承にもその存在はほとんど残っていない。
現在は反省し、鏡面から静かに現実世界を見守っているとされている。時折どこかの墓場に姿を現すことがあるらしい。ディアルガは時間、パルキアは空間を司っているが、果たしてギラティナはどんな能力があるのか。それは、何らかの原因で世界が歪んだ時、それを元に戻すという役割がある。ギラティナは悪役みたいなイメージになってたけど、実は世界の秩序を保つために必要不可欠な存在だったんだね。ちなみにギラティナには2つのフォルムがあり、現実世界では目の前にいるアナザーフォルムが主流ですが、もう一つ、オリジンフォルムという形態があり、今からお見せしましょう。こちらがギラティナ、オリジンフォルム。破れた世界では、オリジンフォルムが主流となる。なお、現実世界においては、発金玉を持たせることで、現実世界でもオリジンフォルムを維持できる。ギラティナが2つのフォルムに変化できるようになったのは、現実世界と破れた世界、2つの世界の重力に適応するためだと考えられている。ステータスはアナザーフォルムが耐久力よりに対し、オリジンフォルムは攻撃よりのステータス配分となっている。なお、オリジンフォルムの方が素早そうに見えるが、素早さ種族値に変化は見られない。というわけで、これで神王神話の源泉とも言えるポケモン、アルセウス、ディアルガ、パルキア、そしてギラティナが揃ったね。ひとまず神王地方の伝説のポケモンは揃いましたね。あとはアグノム、エムリットの純伝説、そして幻のポケモン、ヘイミア・ピオネだね。まだまだ全然いますよ。この日記で全ての伝説、幻のポケモンを紹介するためにも、いろんなポケモンをどんどん捕まえていきたいね。というわけで今回はここまで。また次回お会いしましょう。